木場定長から1944年6月3日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の官僚、法学者。肖像医、訓医等、法学博士。文部次官、行政裁判所表情官、貴族院議員を歴任した。薩摩藩士の木場清瀬の子、東京大学卒。文部省に入り、伊藤博文政府団の一校に留学生として、 抜擢され、ドイツに留学、大日本帝国憲法作成に貢献する。ドイツでは、ハイデルベルク大学にて、心理学、法学、政治学の博士課程を終了する。帰国後は、文部大臣、森有則の下で、文部参事官として、近代国家としての教育制度の確立に尽力。高等教育会議、臨時教育会議の委員も務め、教育行政、 学生改革にも携わる。明治32年慶応義塾大学政治家教授。明治39年10月23日、近景官志校となる。対象2年より10年間は、行政裁判所、第3部長。その他、高等学術講義会講師、文部省普通学務局長、文部省官房長、次官などを歴任。同年6月13日、 行政裁判所表情官に任ぜられたことに伴い、近景官志向が消滅した。大正12年5月7日、再び近景官志向となる。昭和19年6月3日死去。86歳。父、新生は、西郷隆盛の親友。妻は、新宮良介の次女、さゆり。子供は、定一郎、定二、清子、定蔵、貞志郎、木場貞田樹。 サダヒロ、マセコの8人、ありがとうございます。